私は気ままな旅をする雲。高い空から伊那市を見ています。ここには子どもたちにとって遊ぶ場がたくさんあるようです。川遊びは危険だからダメっていうママ多くないですか？ここはせせらぎの小道。公園の中に自然のせせらぎを再現してあるから安心ね。石をひっくり返したり水をかけ合ったり、思う存分水の遊びを楽しんでるわ。こんな遊びが安心してできるのもアルプスの雪解け水からの地下水を使っているから。乳幼児とママの遊びには子育て支援センターがあるの。人形劇を見たり、おもちゃで遊んだり、広い室内で思いっきり遊んじゃって。ちょっと大きな声で遊んでも大丈夫なんだって。子育ての話題をきっかけにママ友ができるらしいの。その出会いをきっかけに子育てサークルに参加するママも多いらしいわよ。特に一人目なんかだったりすると、子育ての悩みって多いと思うんですけれども、こういうところでちょうど同じ年代の、子どもたちが集まって、お母さんたちもアットホームな環境の中でいろんな話だったり相談ができたりしているので、そういうところがいいのかなと。先端技術に触れる場もあるわ。ドローンを活用した地域産業の活性化を目指す伊那市は、子どもたちにも新しい技術に触れる場を作っているのよ。夏の遊びは爽快ですが、冬ならではの楽しみもあるのね。2月には冬の観察会が行われるの。動物の足跡を探したり、植物を観察しながら里山を歩くのよ。雪の楽しみ方をたくさん学んでいきます。子どもたちが楽しみながらも苦労するのが雪の中での火起こし。湿っている木を焚きつけるのは大変な作業です。中にはマッチを初めてする子どももいます。寒い中立ち上る炎で一安心。長靴に雪が入って冷たそう。でも全部自分で体験して初めて分かることばかり。生きる力ってこういうことの積み重ねなんでしょうね。どう？こんな豊かな地で子どもの個性を伸ばしてみたいと思わない？